カルトファンタジスタ、はい、始まったんですね。やっとやっとやっと始まりましたね。そんな待ちに待ってたんですね。待ちに待ってましたね。カルトビットのエンジンを積んでるんですよ。カルトビットのエンジンを積んでるんですよ。思い出しますよ、カルチョビット。知ってるよ、あなた。あなたカルチョビット知らないでしょ。カルチョビットのエンジン積んだ、はい、カルチョファンタジスタ、はい。はい。始まりまして。はい。最初って言えば、やっぱり、リセマラ。言い方がちょっとね。はい、あの公式のですよ。今回公式で、はい、やり直し的なのがありますから。はい。キャプテン翼ね、戦いドリームチームも、やり直し行きますからね、はい。最初に自分の好きな選手を選べるって感じですね。優しいですね、ガンホーさんは。はい。S ランク。S ランク。S ランクが2体お前最高出るんですよ。2体星5がもらえれば、もうかなりいい方。かなりいい方ですね。めっちゃ強くなる。はい。はい。それを目指してね。そうですね。何回もね、今回はね、やり直し動画をね。はい。シュートバーンと押しても。割れますよ。でも電脳空間がすごいですね。やっぱこれ近未来を舞台にしてるから。そうですね。はい。この中もう、異空間で。ボールらしきものが浮いてる。ボールの中にコアがある。コアが多すぎすごいな、これ。爆発とかしないですか。大丈夫です。まあ、シュート、シュート。まあ、タッチ、タッチかな。あ、タッチ、はい、タッチ。スキップはしない。はい、おー、どっか行ったぞ、ボールが。おー。あ、今、金みたいなのがありましたね、一個ね。あった？あ、JC か JK か。星4。ローレライ。ローレライ。あ、ビットいますね、ビット。ビットいます、ビット。服が全然違いますよ。ビットがされたらこうなるんですよ。何台も来るんですね。そうですね。セーター、えらい、肌け具合が半端ないですね、これ。こんな子はサッカーするんですよ。しない方がいいんじゃないですか。ブリーナ。おぉ。あっと、電脳空間から。女子ばっかですね。女子がやっぱ多いですね。サディマン。サディマンさん。A ランクですね。ああ、A ランク。また上司。3。シャリーファ。そうです。フィリピンとかかな。おお。ああ、これは4。デザールが上司ですね。おお、また上司。かわいらしい。クリオーネ。クリオーネとかぶせてる。でしょうね、クリオーネ。キャラ多いですかね、やっぱり。多いんですよね、これ。女子ばっかりですね。あ、夏目、歌と読むのかな、これは。あ男子、男子。あ、来ました。あ、青なのこれ。アーリーン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 。ももクロにいそうな、そうです。名前の付け方すごいですよね。来たって、あと男子。星4、鬼丸強し、たけしか強しか、いい、強そうな、強そうだね、はい、おぉ、あ、これ、金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 、星5、あ、来た！来ました、星5、いきなり来たじゃない、やっぱ出ますね、星5、ファラド、ファラド、え、何人だっつうの、おぉ、振り子でしょ、これ、これが S ランクだから一番いいですよ、あ、これ一番いい、S ランクですから、よっしゃ、あれ、あ、まだ。ラゴス。ラゴス。少女漫画に出てくる、なんかかっこいい男みたいな。まあそんな感じですね。おじさん。少女漫画に出てくるおじさん。で？で、これが今回出たやつで、はい。一個だけ光ってますよね。光ってんじゃないですかな、これ。光ってます。ピカピカと。オフェンシブミッドフィルダー。1体だけですよね。え？ 1 体しか出ませんでしたね。そうですね。2体前出るんですよ。あ、この、え、この、え、この、何 ?10、10、11?11 人中。はい。あ、2人出るんだよ。最高2人まで出るんですよ。じゃあ、やります、やります。だからやり直す。こっからが、やり直す作業です、皆さん。あ、ああ、そういうことですか。シュート。この S 多分変わんないですね、そんなにね。ねえ。あ、金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 、もう出た。金2個ありますね。もう出ましたよ。金2個ありましたね。ってことは、星5が。そういうことですね。2個。はい、夏目さん。夏目さんからの。おっと。誰だ、メロ、メロ女子ばっかり。でも萌え芸です。これ萌え芸なんですよ。僕ホントなんかその血湧き肉踊るゲームだと思って。これ将棋棋士棋士中口投手、はい、いろんな職業の人が出てきますよ。そう、あ、そうですね、そうですね、はい、この人
職業はあるんですかこの人は。で、ああ女子？リュウヒナ。リュウヒナ。あ。ベルナルダ。サッカーできますかこの人？じゃあ邪魔なんか装飾が。この服ではしませんから。ベルナルダ。見た目じゃ分かんないですね、強いって言われてそうですね、あ、まだまだ多いな、この子かぶりですね、シャリーファ、シャリーファで、誰だ、あ、かわいい、かわいい、かわいい、出ましたよジェニー、かわいい、かわいい、ジェニーちゃん、ジェニージェニー、かわいいですよ、おわー、あ、こういうの、ほら、ほら、ほらちゃんと、ほら、あ、女の子か女の子、結局おっぱいですかロヒスク結局おっぱいです女の子おっぱいって思ってる。あ、これ金だ。あ、来た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 。あ、来ました。監督みたいな。リーン。リーン。よっしゃ、星が。リーン。あ、よし、もう一回、もう一回、もう一回、リーンと。あ、タラソバ。タラソバ。あ、ロシア系ですね。そう、ロシアか、タラソバさん。タラソバ。はい、一応2体出ました。よっしゃ、出た、よかった、もう何度もやり直さなくてよかった。あの、僕ネットで調べたんですよ。ネットで、はい、お前はすぐそういうの頼るな。僕はネットで調べたところ、プライドないのか、俺が先陣を切るっていうさ。はい、でもそういうのにも知識がいりますから、その5の中でも力の振り分けがやっぱあるんですよ。ああ、まあ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 、そうそう、グレードが高い低いみたいな、はい、そう、福山さんが出たこの二人は、うん、あの、僕のこのね、あの、汚いメモ。この汚いメモですね。封筒の裏に何だ、汚い。封筒の裏に書いて、このね、2、4、6。この6選手がいいんですよ、能力が。あー、そうなんですね。はい、この二人はこの二人は、今回ね、この僕のメモには入ってません。あ、え、この二人、え、どれか出すなんてことか。おすすめなのは、このゴールキーパーのシューマック。シューマック、シューマック、シューマッハではなく、シューマック取るんですよ。シューマック、はい。結局こういうゲームって、うん、ゴールキーパーさ良ければ、うん、大概勝てるんですよ。まあね、サッカーのアプリのゲームは本当にキーパーがまず出ないですから。シューマック狙いで。シューマック狙いで。頑張りましょうか。出るか？シューマック。シューマック。スキップでいい。ですよ。スキップでいい。はい。ほら、シューマック。これいい、加賀山雅也、これめっちゃいい選手。よっしゃ、このラインナップに加賀山雅也は入ってません。なんで？出ますよ、すぐに出るか、ほんとに出ますよ。くっしゃー、いや、一体だ、ビーン、あ、これダメです、さっきいたやつだ、よくない、これが最初のこのボール力大事なんですよ。これは、はい、ビーン、ビーンばっかり、まあ、ビーンが出やすいんですかね、このゲームは。ね、まあリーンが一番、まあ下の方なんですよね、グレードが。あー、星5の中でも。じゃあ、行ってください、またまた、はい、あ、スキップ、あっと、あと、あ、ダメ、ダメ、もういない、やり直し、はいはいはい、スキップ、あー、あ、これは、でも、あ、でこれもこれ見たな、いつものやつですよね、クラソバ、出やすいやつですね。あー、やめていいですか、もう頑張ってください。はい、あ、2体、あ、あ、出ましたよ、これは、これが別、これはもう前からです、あ、セフリーナか、で、これパプチェヒ、いいやつですよ、これは、これいいやつ、はい、このシックスセンスの一人です。シックスセンス、あ、間違え、俺のセンス、僕のセンス。そんなことはないですね。はい、こんなことはないです。何だ、勝手に作った言葉ですね。シックスセンスね、シックスセンス、これ6人の一人です。あ、マジか、強い選手ですけども、あ、いいじゃない、今回求めとるのはこのセンスじゃありません。シューマック、シューマックです。出るまでですか、頑張りましょう、はいはい、行きますよ、スキップ、スキップ、はい、出ない、あ、今回ダメです。はい、あー、これ、またこれ、パクチェヒ、そうです、覚えましたね。これいいじゃないですか、パクチェヒで。ダメなんです、あー、はいはい、あ、あ、これ、これは、あ、これ、これもしかして、あ、これ見たな、センターバック、隣のは、こっちはいつものね、リーン、リーン、これよく出てる、もう一人が GK、 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 もしや、もしや、あ、
シューマック、シューマック来ましたよ。来た、狙いのシューマックが結構早めに、結構早めに出ましたねあ、結構早め、これで完璧ですよ。え、僕のラインナップのシックスセンスの一人ですよ。シックスセンスでもないんでしょないです、シックスセンスなんて、はい、ストーリーです、シックスメンの中のシックスメン、メンじゃないんですよ、パクチンだってウーメンでしたよ。ウーメンです。もうこれでゴールキーパーさえいいのが出れば、はい、あとは普通のガチャで出せば、パクチェヒとかを、はい、でゴールキーパーで一番出にくいですから、まあね、はい、こういうゲームでキーパーはほんと、まあ、いませんからね、はい、まあ、少ないんですからね、1人って。そうですね、その中でディナーでいけない。はい、その通りです。でもまあね、ほんとはこの6人のうちから2人出すのはいいんじゃないですか。まあそれで一気にこうバーンとやります。やらないです。やらないです。いろいろやっていきましょう。そうしましょう。カルチョービット、カルチョービッチャーでカルチョファンタジスタですね。カルチョービットのエンジンを積んだね、積んだファンタカルチョファンタジスタ、ジスタ、はい、もうカルチョービットのイメージが強すぎますね。まあ完全に試合風景はビットビットですから、次回はね、試合風景とかガチャとか見せましょうか。そうしましょう。はい、また皆さん見てください。一緒にやっていきましょう。